はい、山川君もお疲れ様です。ありがとうございます。今日のマグリすごかったね。いや、そうですね、まあ諦めないで生んだ結果だと思うんで、ちょっと不利な体勢にはまったんじゃないかと思ったけど、いや、やっぱホームじゃやっぱりもうあの、ね、竹内くんの後ろに矢野くんがはまってたんで、いや、やっぱ厳しいなと思いましたけど、やっぱもう最後まで諦めないで走らないと、まあ、お客さんにも、まあ、後ろについてもらった石橋くんにもやっぱ申し訳ないから、まあ、最後まで踏んだ結果だと思うんで。広島の記念レースの調子そのまま持ちね。まあそうですね、引き続き多分、はい、いいと思うんで、まあ、調子は問題ないですけど。明日は、ね、山川君は一番先頭ですか。そうですね、あの3人で話し合った結果、はい、任せてもらえるっていうんで一番前で。自信がありそうだね。まあどうですかね、うん、あのまあ他のラインの先頭の松川君とか渡辺さんもやっぱ強いと思うんで、まあなんとか、まあ難関から優勝者が出るように走れればいいなと思いますけど。あ、そうですか。それでは明日ね、難関の先頭で走ると、はい、いうことで、あの優勝を目指して。調子は良さそうですね。すごかったの今日のまくりは。本当ですか、うん、まあ調子はね、いくら自分がいいって言っても、まあやっぱ見てもらってる人にそう判断してもらえるのが一番いいと思ってるんで、まあ素直に嬉しいですけど、まあ明日はとにかく、まあ自分が優勝できるように走れば、抜けば優勝だったり、そうやね、はい、うん、そういうことになると思うんで、まあしっかり力は出し切って。それからコーチはよ、コーチ、はい、何回か来たけど成績ええやね。そうですね、決勝も乗れてるし、ね、はい、まあ東王座も復帰戦で、確か1着か2着ぐらいだったんで、ね、はい、うん、まあ相性もいいと思うんで、まあ、しっかり力出し切って、まあ、それで結果がついてきてくれれば嬉しいですけど、まあ、そういうことを大事にして明日頑張ってください。ありがとうございました。はい、どうもありがとう。